こんにちは。今日はジーポンさんからご提供いただいたマイクロ2レビューしたいと思います。まだちょっと山に行けなくてレビューばっかりになって本当に申し訳ないなと思うんですけど、今回このご提供を受けたのは、もともとスライダー自体はここで持ってたんですけど、これ手動のやつ持ってたんですけど、山動画っていうよりは自宅でのレビューでこのスライダーを使うことが結構あったんですけど、自分の手で動かすとどうしても速度にムラが出ちゃうことがあって、何回も結構取り直すことがあったりして、電動のスライダーが欲しいなって思うことが多々あったんですね。あとは手元でこうやって物を紹介しながらスライダーも使いたいなって時には、手動だと自分のこの手元で作業しながらスライダーも動かすっていうのは両方できなかったんで、そういう意味で電動スライダーが欲しいなって思ってたのと、あともう一つ、一番なんでこの電動スライダーが欲しかったかっていうと、タイムラプスが撮るのがすごく好きで、手動だとタイムラプスはちょっと撮れないんですけど、電動であれば動きのあるタイムラプスを撮れるのと、あとこれだとどうしても範囲がねそこまで長くないんですよね。それに比べてこれは 1.5 倍ぐらいの長さはあるので、よりね動きのあるタイムラプス撮れるんじゃないかなと思って今回ご提供を受けることにしました。ここにバッテリーとかつけたり操作できたりする電動のものになるんですけど、重さもこれ 1.8 キロスライダーだけであるんで、気軽に持ち運ぶっていうことはちょっとできないかもしれないんですけど、その分本格的な操作がいろいろできるんで、これからいろいろそれを紹介していきたいなと思います。電源はこの左側のところで、ここにバッテリーをつけます。で、電源はここにあって、ここを長押しして、で上に矢印があるのでそこを押せば、押した方向にこういう風に動いてくれます。で、速度設定なんですけど、ここを押すと、短く押すとこういう風に青いランプがあると思うんですけど、これが一番遅くて、これが真ん中が2番目で、この3つ光ってるのが一番速いっていう形になります。まずは一番ゆっくりの速度からいきたいと思います。音も注目して聞いていただければなと思います。こんな感じでゆっくりの速度だと動きます。音もすごい静かでしたね。じゃあ次2番目です。2番目の速度はこのぐらいになります。音も2番目の速度になると少し目立ってくるかなという形ですね。じゃあ最後、一番速い速度です。これだとかなり動きのある映像が撮れるんじゃないかなと思いますけど、音は結構入るので、そこは注意した方がいいかもしれないですね。じゃあちなみに可動範囲については、一番端からどんぐらい動くか動かしてみたいと思います。はい、こんぐらい結構動きますよね。このサイズの倍動くので、これは非常にありがたいなと思います。じゃあ次はボタンを押さなくても自動で動いてくれる方法を設定したいと思います。まずは一番最初のポイントを決めるのに、自分で動かしてどこから始めるかを決めます。で、始める場所を決めたら、そこで電源ボタンを短く2回ボタンを押します。そうすると今ピッて音が鳴ったと思うんですけど、これで設定が完了で、で次は終点ポイントを決めます。これでもう1回2回タップします。はい、ってことでこれで設定が完了したので、この状態でダブルタップを押すと、決めたポイントから最後のポイントまで自動で動くようになります。
感じで動いてくれるようになります。じゃあ次はスマホのアプリを使うとより細かく速度とか設定とかできるようになるので、ここに QR コードがあるので、ここからアプリをダウンロードして進めていきたいと思います。じゃあ次はスマホのアプリをダウンロードしてもらったら Bluetooth でつなぐ設定画面が出てくるので、これをつなぎます。でこういう風に簡単に接続することができました。上にビデオとタイムラプスっていうのがあって、タイムラプスは後ほどしたいと思いますけど、ビデオはこういう風に設定画面になってます。でこれを動かすことでその方向に動かすことができて、この加減によって速度が微調整できますね。一番速くすると一番速く動きます。便利なのがこういう風にさっきと同じようにどっからどこを動かしたいかっていうポイントを決めて、でこの1のボタンを矢印を押します。でもう一回動かして、で次のボタンを押します。そうしたらこの状態で再生ボタンを押すと、さっきと同じように自動で設定したポイントから設定したポイントまで動いてくれるようになります。でこのループボタンを押せば勝手に何回も動いてくれるようになります。でさらに便利なのが、ここで速度の調整をできて、こういう風に速度をいじることができるんですけど、でこの番号に番号が 1,2 だけじゃなくて 3,4,5 ってあるかと思うんですけど、ポイントがアプリだと5箇所まで合計設定できて、でもう一回ちょっと次動かしてみて 5,3 にします。でこれで何が便利かっていうと、速度をそのポイント間で変えたい時なんかに使うことができます。なので1から2の間はすごく速くして、で3はゆっくりにしたいでしたら、こういうふうに設定すると、じゃあ次はタイムラプスでの使い方をご説明したいと思います。ここに開くところがあって、でまあここにイヤホンジャックがあるんですけど、こことカメラをつなぐケーブルを、これはちょっとカメラによって端子が違ったりするんで自分で買ってもらわないといけなくて、で僕もそれを気づかなくって、ちょっと物は今ないんですけど、シャッター切る時のレリースとかをつなぐのところにつなぎます。つないだらアプリに戻ってもらって、まずはどっからどこまで動かしたいかのポイント、さっきと同じように動かして決めてもらって、でどっからどこまでの動かすかのポイントが決まったら、タイムラプスっていうところのボタンを押します。そうするとこういう画面が出てくるので、この画面を開いたらカメラで設定したタイムラプスの設定をこちらにも書き込んでいきます。ここまで設定するとアプリが自動的に写真の枚数とビデオの長さと処理時間を計算してくれて、スライダーを用いたタイムラプスの撮影が開始になるというふうになるみたいです。作例を交えながらの説明になりましたけど、いかがだったでしょうか。タイムラプスはこのコードがまだ届いてなくて、このソニー α7E3 用のと一緒につなぐ用のコードがまだ届いてなくて、ちょっと試せてないんですけど、今後そのタイムラプス、一番使いたいタイムラプスも試してみたいなと思ってますし、山に持って行ってタイムラプスを撮るっていうのはちょっと大きく重いんで難しいかもしれないんですけど、結構山の麓でタイムラプスを撮ったりってこともよくありますし、まあ、今後ねよく通う山とかができれば、電動スライダーであれば自分が歩いてる姿を電動スライダーで動かしながら撮ったりってこともできるんで、まあ、今後はいつかはそういう映像も撮ってみたいなと思ってます。はい、ってことで僕はまだちょっと山に行けない期間が続くんで、レビューとかが多くなってしまうと思うんですけど、また見ていただければ嬉しいなと思います。はい、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。